来月1日に再開される能登半島地震の観光支援策、石川応援旅行割の予約の受付が今日から始まりました。はい、お待たせいたしました。加賀百万石でございます。応援割ですよね。加賀市の雅の宿加賀百万石では、朝から予約に関する問い合わせが相次ぎ、従業員が対応に追われていました。石川応援旅行割は1人1泊2万円を上限に、宿泊代金が最大 50% 割引となる制度で、来月1日から再開します。今回直接予約できる施設は、二次避難者の受け入れに伴い予算を使い切っていないおよそ130箇所に限られています。現在も34人の二次避難者を受け入れているこちらの施設では、混乱を防ぐため公式ホームページでのみ予約を受け付けているということです。第一弾はこちらお電話でもご予約を受けさせていただいてたんですが、やはり住所の聞き間違いといろいろ諸問題が発生しまして、お客様自身でご住所を入力していただけるホームページのご予約手段を選ばせていただきました。早く復興できるように、やっぱり全国の皆さんにこの応援割を利用していただいて、石川に足を運んでいただけるように、思っております。なお、直接の予約では対象とならない施設も、旅行会社を通せば割引の料金で予約できます。旅行割の期間は来月1日から11月末までで、予算がなくなり次第終了します。